火砕流、火砕サージによる災害。火砕流は溶岩片などを含む高温の噴体、溶岩片と火山ガスとの混合が火山の斜面を高速で流れ下る現象を言い、内部温度は数百度以上に達し、その流下速度は時速100キロを超えることもある。火砕サージは火砕流の先端や周囲に発生する比較的溶岩片の少ない熱風状のものであるが、その速度や温度は火砕流本体とほとんど変わらない。したがって火砕流や火砕サージの通り道に当たったところでは、すべてのものが焼き払われてしまい、生存者はありえない。